おはこんじるまーん。楽しみにしていたアクアシューターズガシャポンオンライン版がついに届きましたよ。ということで今回ご紹介するのはバンダイさんのアクアシューターズガシャポンオンラインリミテッドバージョン全5種です。いや、実機版12弾の時もお話ししたんですけども、アクアシューターズはね、やっぱスパッツスタイルが本当に至高、めちゃくちゃ可動範囲が広いから遊びやすいんですよ。さらにこの12弾では武器セットが激アツ、遠距離武器、刃物、そしてガントレット。実機版はねこのグーだったんですけども、今回はパーで、さらに手首の可動があるらしいんですよ。めちゃくちゃ楽しみなので、こちら各種しっかりと見た後に実機版12弾との比較もしてきますので、お楽しみに。それでは早速組んだ姿をご覧いただきましょう。いつもの机にレッツラゴー。はい、ということで組んでまいりました。いや、こちら前回の12弾以上に各キャラクターの髪色、特にねこの両サイド2人の髪色がすごい鮮やかでもって、ここの武器2つ、これでかいですよね。ここまで大きい武器は7弾の魔天砲以来かなと思います。いや、やっぱね大型武器はロマンですよ。それからここには置いてませんが、各キャラクターへの付属物としてこの簡易的な台座もあります。そんな12弾のリミテッドバージョン、まずはね各キャラクターから見ていくんですけども、基本造形は12弾と変わらないので、ターンテーブルで12弾のキャラクターと比較しながらお見せします。ご覧ください、どうぞ。ということで、まずは星野智代リミテッドバージョンから。まず大前提として、今回のリミテッドバージョンは白い T シャツに紫のインナー、それから紫のスパッツ、白い靴、これが基調となっております。で、それに加えて友よの髪色が紫なんで、まあある意味統一感は半端ないなと思いますね。で、こうやってねぐるーっと見ていくと、実機バージョンの友よ、リミテッドバージョンの友よ、造形はどちらも全く同じなんですけども、色味が変わるだけで雰囲気がぐっと違ってきます。ちなみにリミテッドバージョンは洋服のプリントも違うんですね。そもそも12弾の時は全キャラクター全く同じ洋服のプリントでしたが、今回のリミテッドバージョンは全員違うプリント。友よの場合は星の中にアクアシューターズの A が入ったデザイン。ちなみに細かくて読みづらいんですけども、下側の文字はアクアシューターズです。そして続いてが本橋泉リミテッドバージョン。そうですね、皆さんの言いたいことわかりますよ。アルトリアペンドラゴンやないかいって話ですよね。これはもうあのデザインが出た時点で方々で言われてましたね確かにめちゃくちゃ似てる。特にこの髪型後ろ側が似てますよねさすがにそんなに詳しくないジールマンでもこれは思いました。そんな本橋ペンドラゴンを正面で見てみるとこんな感じで、12弾の本橋泉と比べるとこうなります。リミテッド版が髪の毛も T シャツも膨張色なのに対して、こっちの実機版はどちらもね収縮色なので全体がキュッと締まって見えますね。でもってそんな本橋泉の T シャツはなぜかドラゴン模様中学生男子か。別にこれまでのアクアシューターズの T シャツの柄でねどうこう思ったことはないんだけども、これは思わず突っ込みたくなってしまいましたね。さあ、そしてキャラクター最後は長島真由美リミテッドバージョン。今回はさらに特殊な水色髪になって登場。そして猫耳ヘッドホンの耳の中も青色ということで、全体が寒色系でまとめられていますね。ちなみにこの GOL 版に対して実機版はこんな感じでした。青に対してこの赤が映えるという見せ方でしたね。こういう微妙なテーマの変化っていうのも面白いところかななんて思います。それから2人の T シャツの違いはこんな感じ。まあ、T シャツに関して言うと真由美同士よりも友よと比べた方がいいかもしれません。ズドン。はい、こんな感じでここの2人はデザイン一緒の空張り T シャツになっています。このマークはどっちの色も非常に可愛らしいなと思いました。でもってお次が武器セット。まずはこのスナイパーライフルというかもう対戦車砲みたいなクソデカのやつ。こちらアクアシューターズのキャラクター 1.5 人分ぐらいの長さがあります。そんな大迫力のこのライフル、まあ嬉しいんですけども、まっすぐ持ち上げようとするとこうやってね髪や顔に一部が干渉しちゃって、結果的に
まあ、この辺の角度までしか持ち上げられません。ただし干渉していたパーツを外すことでこうやってね片手で持っても上側に向けることができます。今もちろんこのサイズの兵器を片手で持つなって話なんですけども、そこはご愛嬌。それから両手持ちにする場合もこうやってね脇腹に抱え込んで持とうとするととてもじゃないけども分厚さや干渉で持つことができません。まあ、なので実質できる持ち方といえばこれ一択かなと思います。あとは体勢を変えてなんとか狙撃スタイルにするくらいがジールマンは限界でした。いやまあこのスタイルができるだけでも十分すごいはすごいんですけどね。まあただ他の兵器と比べるとどうしてもね取り回しが悪い印象はあるのかなとは思いました。そして武器セット最後はこのかっこいいクソデカガントレット。今回のリミテッド版は実機版の握り手と違って開き手状態で、こうなることで実機版の方にもうっすらあるんですが、アイアンマンの手のひらにあるようなリパルサーがはっきりと分かるようになりました。これはここにあるタンクから水を発射するってことですよね。でもこれだったらまるで指先から出るようになっちゃうよね。手のひらからは出なくない？ご安心ください。なんと稼働します。これによりもめちゃくちゃかっこよくポージングができます。いや本当にこのギミックありがとうございます。だって手首の角度固定だったらずっとこれだった可能性あるんですよいやまあこれはこれでね、まあ、あざと可愛いみたいなとこありますけど、いやー嫌だななのでジールマンはもうめちゃくちゃ感謝してます。ただまあずっとそうやって手を開いてる状態ってのはかっこ悪いんですけども、同時にですねアクアゲーム VR 空間で行われるものなので、こんな風にはいこの手を開いた状態を利用して瞬間的に、ねまあ、空を飛ぶというか高くジャンプするみたいな、そういった戦法がこの武器は使えるかもしれませんね。それからもう一つの武器セットは完全なる空張り。特に機能や造形で違いはありません。実機版の方でも言いましたけども、まあねこういったクリアカラーの方が水鉄砲感はしっかり強くなりますよね。といった感じで武器の紹介もこれで終わりたいんですけども、なんと今回実機版との組み合わせがあります。その組み合わせ対象となるのが実機版12弾の剣です。組み合わせるのはこの大型のライフル、これにリミテッド版の武器セットに付属するこちらの小さいパーツを使います。まずはこのタンクを外します。そしたらこちらのパーツを外します。そしてさっきの小さいパーツと入れ替えましょう。次にタンクを付け直して、でもってこの剣の柄の部分とタンク、これを外します。あとはライフルと剣のそれぞれのジョイント穴を合わせてあげると完成。なんだか長距離も近接攻撃もできちゃうライフルでかすぎんだろ。こんなん仮にプラスチック製だったとしても VR 空間じゃなかったらとてもじゃないけど扱いきれませんよね。まあもし仮に使うんだとしたら、狙撃しようとしてるところに横から敵が来た場合、急遽それをねこう持ち帰るというか振り回して相手に攻撃するとかですかね。まあただ使い方はともかくロマン武器としてはこれ最高にかっこいいとは思いました。それでは今回の動画最後はですね、こちらと合わせて遊んじゃいましょう。ズドン、いやこれで画角入らんのかいこちらねちょっと前にご紹介したスパダックでございます。こちら本来はこの可愛いねアヒルちゃんがコックピットに乗るんですけども、アクアシューターズを乗せることもできちゃうんですね。そしてそんな登場者なんですけども、せっかくだから実機版12弾の方のトモヨに乗っていただきました。果たしてリミテッド版はこの巨大ボスに勝てるのかと、その前にですねこちらご紹介した動画でライトの付け方がちょっと分かんないなっていうお話をしたんですけども、このね、B ダックに付属するタオル、これ磁石になっていて、これを近づけることでなんと点灯させることができました。教えていただいてありがとうございました。でもって戦闘もとい戦闘なんですけども、まあ、戦い方としてそもそもねこれに3人で挑むっていうのはだいぶ無理ゲーとはいえ、やるんであればこんな感じでね2人が近接および中距離で牽制しつつ、可能なら関節とかの使用期間を少しでも痛めつけておきながら
相手が体勢を崩したところで遠距離から狙い撃つ。まあそれでも並大抵の火力じゃ絶対ね勝つことなんかできないんですけども、本当にねこのリミテッド版の武器セットには対戦車砲としか思えないぐらいごついのがついてるので、これだったらワンチャンあるかなみたいなところですね。なので皆さんも今回の様々な武器を使っていろいろ遊んでみてはいかがでしょうか。ということで今回はアクアシューターズ12ガシャポンオンラインリミテッドバージョンのご紹介でした。今回の動画が良かった、参考になったと思ってくださった方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。チルマンの玩具日和、編集をこだわるおじさん。チルマンの玩具日和、本当は編集したくない。そんな俺だけど、チャンネル登録高評価待ってます。